こんにちは。今回はトリック内で一番有名な看板、ブラジル出口を解説ということで、多分トリック内で一番有名な看板と言ってもいいこの看板。今回はこの看板が誕生したいきさつなどを解説していきたいと思います。それでは見ていきましょう。まずは簡単に看板の内容を見ていきましょう。出口側には過去にトリックで登場した大目子村、睦墓村、木佐村、ガビ村、神がない村、おしまい村、伊東市村、ホットスパーにつながっていることがわかります。わからない方のために説明すると、ホットスパーは亀山家の近くにあるコンビニです。ただホットスパーとしか書かれていないため、水餃子村にあるホットスパーなのかはわかりません。ブラジル側には大きく縦に通じてますと書かれています。結局どっちが通じているのかわかりませんね。実はこの看板、当日に発注された看板だったんです。このことは明日トリックの現場に出ても困らない包み組を乗り切る108の豆知識で知ることができ、2005年5月2日洞窟内での撮影当日に急遽堤監督から発注されたことがわかります。当然撮影スタッフたちはまたとんでもないことを言い出したぞと思った方も多いと思いますが、そのおかげで予告映像などで使われ、そして宣伝活動に大きな影響を与え、トリックの看板といえばこれと思われるほどの看板になりました。当日に発注したものがここまで大きな影響を与えるとは、さすがトリックです。こちらの看板、なぜ反対側がブラジルなのかというと、トリック劇場版2シナリオガイドブックの堤監督のインタビューでこのように語られております。まさにパッと思いついたって感じですよね。日本の反対にあるブラジルを入れようという特に深い意味はないようです。それでは最後に番外編として、小野泉の洞窟にある看板をご紹介してこの動画を終わりたいと思います。こちらの看板はボノイズンミのいる洞窟内の看板。ここに書かれている行き先をまとめるとこのようになっています。右下の部分には今まで登場した村たちがローマ字で書かれています。明らかにスケールアップしていることがわかりますよね。いかがでしたでしょうか。今回はトリック内で一番有名な看板、ブラジル出口を解説していきました。そもそも誰が迷路のような洞窟内にこの看板を設置したのか、とても気になりますよね。それではまたお会いしましょう。